本諸コは、小イカと諸子族に属する、淡水魚。別名は、諸子、ごま諸子、柳ロコなど。もともとは、ニゴロブナやハスなどとともに、琵琶湖の固有種とされているが、近年では、山梨県の山中湖、長野県の諏訪湖、東京都の奥多摩湖などにも移植されている。普段は、水深5メートル以上の故障中層域に生息している。 同じタモロコ族のタモロコと比較すると体長がより細長く遊泳魚としての特徴を備えている。また口ひげはより短く喉部が角張っており体側の横帯がより淡いという点でもタモロコと区別される。主に動物プランクトンや水生昆虫、小型甲殻類などを捕食している。滋賀県立美和子博物館での生態展示繁殖期は3から7月頃で、 この時期になると大群で湖岩や水路に押し寄せ、一匹のメスを数匹のオスが追尾して湖岩に生えている。柳の根、草の根やヨシ、2cm から 6cm の小石などに散乱する。散乱する水深は浅く数センチメートルであるため水位変動の影響を受けやすい。孵化後、半年から1年で繁殖能力を備える。寿命は2から3年程度だが、 産卵直後に死んでしまう個体も多い。滋賀県水産試験場によると流れの緩い場所では卵は見つからず毎秒40から50センチメートルの場所に集中した。本諸この炭火焼埼玉県では養殖における生産量が年間約20トンと日本一である。山梨県では2007年に JA 富士川が休耕電の活用策として試験的に始めた。 養殖が広がり、2015年度の全県出荷量が5 6 0ラムに達した。山梨県知事の命名により、藤川ロコとしてブランド化を進めている。2009年より、広島市埼玉区菊池町、2011年より、岐阜県中津川市福岡においても、有給水田を活用して、本ロコ養殖を始めた。 琵琶湖において1994年以前は150トンから350トンの安定した漁獲量を保っていたが、1996年以降では年間の漁獲量が最盛期の1、10未満という年が続き、価格が急騰。現在は高級食材の一つとなってしまった。生息数激減の背景として夏季に列挙するいくつかの説がある。古岸の改変により、 産卵場所が減少。越冬場所となる沖合深層域の環境悪化。人工的な水位操作による変動量の増加。在来生物増加による捕食圧増加。外来生物による影響。過剰な漁獲圧。降雑による遺伝的拡乱等。このため琵琶湖を要する滋賀県や周辺の自治体は産卵場所となる浅水域の確保、整備や 外来魚の駆除、さらには、本モロコの養殖や放流を積極的に行うなど、水産資源の確保に努めている。本種は、日本産小以下の魚類の中でも特に美味と言われ、重要な水産資源となっている。琵琶湖では終年漁獲され、京都市内の料亭などへ高値で、取引されている。特に冬に獲れる小餅ロコは、琵琶湖の名物として珍重されている。塩焼き、 煮物、天ぷら、唐揚げ、佃煮、南蛮漬けなど、ありがとうございます。